新潟県では自民党の代表は私であり、自民党の代表として県連会長の職を辞して県民の皆様にお詫びすることといたしました。今後は一議員として一から出直したいと思います。心からお詫びを申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。高取衆院議員は5年間で544万円のキックバックを受け取り、収支報告書に記載していなかったことを先月公表。このうち247万円を新型コロナ禍で資金繰りが厳しくなった際、事務所経費や人件費に充てたということです。安倍派の指示で秘書が会計処理をしていて、自身は全く知らなかったとして派閥幹部の責任を問う発言を繰り返しました。ミスリードされた側が釈明に追われているのに、ミスリードした幹部は真実を述べていないというのはおかしくないでしょうか。しかも歴代会長といっても安倍会長、細田会長、また町村会長、皆さん亡くなっていて辞任に口なし、こういう状況でございます。裏金の汚名を着せられることになったわけです。真実を語らない幹部には強い憤りを感じております。本人の関与はなく、検察の事情聴取も受けていないとしています。県連会長の後任人事は白紙で、高取衆院議員は議員辞職の考えはないとしています。